市田忠義君、えー、共産党の市田です、<coughs> 今日はまずう水俣病問題についてお聞きします、私は昨年の水俣特措法による7月末の申請打ち切り、これを毎日し党環境委員会で3月、4月、7月、まあ、3回にわたって質問をしました。でその中で 被害の全容解明のための健康調査もしないで申請を打ち切れば、まあ、多くの潜在被害者を残したまま幕引きすることになると、まあ、申請打ち切りの撤回を,を強く求めましたで特に水俣、えー、湾の魚の行商人から飼って食べた熊本県芦北町黒岩や 天草市新和町の対象地域外の住民の切実な生の声を取り上げて、地域外でも受診者の9割を超える住民に水俣病特有の症状が確認されているという事実も示して、地域や出生年によって被害者を選別、差別すると、こういう線引きはやめるべきではないかと主張しました。 まあ当時は細野環境大臣でしたが、新たな対応を検討していくという答弁をして、結局昨年7月末で申請の打ち切りを強行しました。で申,請者数申請者数が熊本、鹿児島、新潟の3県の合計で6万5千人を上回ったというもとで、まあ、いくら言葉で与う限りの救済だとか、水俣病は終わってはいないと。 まあ言いながらこう、全容解明のための健康調査もしないで申請を打ち切ったと、このことについて大臣は、えー、どう認識されているか、大臣の認識をお聞きしたいと思います。石原環境大臣 この特措法は私どもが政権を失う末期の麻生政権の中で議論があったと記憶をしております、その特措法の中に、ですね、やはり後権法に基づく認定、保障とは別に早期に幅広い救済を。 行うということでありまして、えー、救済措置の開始後3年以内を目途に、救済措置の対象者を確定し、速やかに式用を行うように努めなければならないと7条で規定をしておりますので、その規定にのっとって、えー、行政が判断をした結果が今日に至っているというふうに認識をしているところでございます市田忠志君。もう 居住歴がある人というのは、まあ、熊本県の調査によりますと47万人であります、で雪杉院の汚染を受けたものは、まあ、20万人以上いるだろうと推定する専門家もいます、で申請者数が6万5000人を上回ったということは、ま,あ、まだまだ多くのお被害者が潜在しているということを示しているわけで、私は申請の打ち切りによって被害者を切り捨てたと。 ということは、これはもう明白だというふうに思いますで。あの、水俣病は患者からの申請主義をとっています。要するに申請がなければ行政は何らの対応もしないと。でその結果、水俣病に対する、まあ、依然として差別へ偏見もありますえ。結婚ができない就職に差し障ると。まあ、そういうことから申請を躊躇して、えー、患者が潜在化、 したままになっているという状況が現にあります。で、水俣病特措法においても、閣議決定された救済措置の方針に基づいて、患者から申請すると。まあ、いうことで法による救済を受けることができるというシステムになっています。まあ、だからこそ、そういう申請主義を取るんだったら、水俣病については、 知らぬ一回沿岸住民の公的な健康調査、これは私は不可欠だと思うんですが、この点については、まあ、何度も党委員会でこの問題、私、指摘しましたが、大臣の基本的な認識、えー、公的な健康調査をやることが不可欠ではないかと、いかがでしょうか。はい、佐藤部長。 お答えをいたしますあの。特措法におきましては、あの政府はメチルスギが人の健康に与える影響等に関する調査研究を積極的かつ速やかに行うと、こういうふうに定められております、でまあ、その調査研究のため、まずはそのための手法の開発を図ると定められております、現在、それらの規定に基づき、手法の開発を進めておりまして、引き続き着実に進めてまいりたいと考えております。 田忠一君全然答えになってないですよ。あの、例えば食品衛生法という法律がありますがあの、この食品衛生法上は、食中毒患者が発生した場合ですね、保健所が患者からの申請を待たずに患者を把握し、しかるべき措置を講ずるということが求められています。被害の全容解明のための調査なくして、 私は水俣病の幕府は決して許されないということを強くしておき、強く指摘しておきたいと思います。あの、水俣特措法の申請では民間の医療機関や医師団が患者の掘り起こしに大変尽力をされました。で先に挙げた対象地域外の足北町の黒岩や天草市の神和町も水俣病を知らぬい患者会と公害なくする熊本県民会議医師団、 などの活動によって申請になる量を上げることができました。まあ、その後もこの活動を続けられていますが、昨年4月に鹿児島県伊佐市の旧山野線府警地区の居住者18人の検診を行って、その結果を今年4月に公表しました。でそれによりますと、府警山野地区は旧国鉄山野線が開通した後、 水俣市から鉄道を中心とした多数の行商人によって、白野郁恵さんの魚介類が搬入をされて、住民は魚を多食していたと。まあ、居住者18人中16人に水俣病の特有の症状が確認をされて、そのうち14人が、えー、対象地域に居住歴がない人でした。でこれはの大臣の認識を聞きたいんですが、今日あの、 大臣の認識を聞きたいということをずっと昨日の通告で言っておいたので、他の人結構ですあの、これだけ対象地域外での被害者が確認されたという状況のもで、確一的な被害地域の線引きを見直して、ですね実態に即した救済すべきだと思いますが、大臣の認識、いかがですか。石原環境大臣 あの特措法で、えー、その対象とした地域というのもかなり議論があってこの地域が線引きをされているわけであります、私はやはり線引き期限というものはある程度決めていかなければあならないというふうな立場に取らされておりますので、委員との見解はあそこは大きく離れているんだと思います。そそしてあの今委員がご指摘された事実うういう 調査があったということは私も承知しておりますけれども、これ、あくまであの民間の医師団の調査でございますので、誰々がどうであったかという、医師の判断について、それがどうであるというようなコメントはです、ね、差し控えさせていただきたいと考えておりま一<長>田忠義君、現に対象地域外からいっぱい被害者が生まれてるんですよで、ね、公的な健康調査もしないで、民間の医療機関の検診だから信頼できないかのような発言を、ね、私は許されないと。 業ルート上の住民の公的な健康調査を実施して、本当に線引きを是正することこそが国の責任だと、例えばあの以前の委員会で私は、芦北町の黒岩の集落の方々、これはあの標高500メートルで、えー、九州のマチュピチュと言われるところで、そんなところで魚を食べるはずがないと、そのほが行商人が天秤棒を担いで,です、ね、魚を毎日のように その黒岩集落で売っていたという証拠があったと。ところが、当時魚を多食したという領収書がなかったらダメなんだと。そんな五十年前の魚買った領収書を持っている人がどこにいるかという追及を私したことがありますが、やっぱりこれは重大だと思います。で、民間の医療機関の検診結果を裏付ける資料が最近見つかりました。あの、水俣病を知らぬ患者会、福家地区の住民が当時、 日常的に水俣市の行商人から魚介類を購入し、水銀に汚染された魚を食べていたということを示す資料を入手しました。でこの資料は、鹿児島県内の七十代の女性が、茨城県の専門学校在籍中の千九七三年に書いた、鹿児島県北地方の食生活について、これについて書いた論文と、 水俣病行使確認前後の1955年から56年当時、府家近くに住んでいた女性の母親が、行商人から魚を買ったり、米と交換したりした日付入りの詳細な記録をこれメモにして残していました。で、論文は、56年から57年頃は、行商が水俣湾で採れた新鮮な魚と米との交換で1日2回は往復したと、そう書かれています。 でこれは対象地域外でも魚を日常的に食べていたことを裏付ける貴重な私、資料だと、これはの新聞の報道でも明らかにされてますが、私はこの資料を直ちに検討して、行商ルートによる被害実態について究明すべきだと思いますが、せめてこの明らかになった行商ルートによる被害実態ぐらいは究明すべきではありませんか。大大臣臣いかか。がですか石原環境大臣 あのその点につきましてはその救済措置の先ほど対象地域のお話をさせていただきましたけれども、そこに相当間居住していなかった方でも今、委員がご指摘のとおり水俣湾やその周辺海域でとれた魚介類を多食したと認められる方においては水銀への暴露があった可能性があると、みなすというふうにもうすでになっているんだと承知をしております。 市田忠君多職したという資料が見つかったわけですから、改めて被害実態について、私は本来、知らぬ医沿岸に居住した居住歴のある47万人全部健康調査すべきだと思いますが、少なくともこういう資料が明らかになったというもとでは、この行商ルートによる被害実態について、究明する責任が、もともと南アフリカというのは国と窒素に責任があって。 被害者には何の責任もないわけですから、それぐらいやるべきじゃないかと、いかか。がですか石原環境大臣、あのもうすでにご答弁させていただきましたよりその水銀への暴露があった可能性があるとこう、もう見なしておりますんで、えー、そのさまざまなあ資料、文献にのっとって、ですね、その魚介類をたくさん食べたと認められるかどうかについて、今、あこの各県において、ですね、資料を用いて、今、 判断をしていただいているというふうに認識をさせていただいております一田忠石君、まあ、極めて後ろ向きな答弁で残念だと、まあ、こればっかりやっておりませんので、次に進みますが、あの国の直轄除染事業での手抜き除染について、次に聞きます、私はあの、は飯舘村に行って、直接、除染状況を聞いてまいりました、まあ、飯舘では、藁や木の葉、枝などをほろもないトラックで運搬していたと。 で無断で除染した草が搬入されて、使っていた機械は川で洗っていた、実質的に住民に、住民の見守り隊、これは24時間体制で、えー、監視していますが、やっぱり国などが支援して、住民自らが監視する体制を作るべきだという意見を聞いてきました、であの言い立てはあ、今年で除染が終わる予定ですが、まあ、8割の人は、 除染は信用できない信じていないという状況でありますで、現地では除染事業に対して大変な不安不信が強いとで住民自らが監視体制を作る必要があると主張しておられます私は言いたてだけではありませんが大臣もご存知のようにいろんなところで手抜きの除染問題があったと問題になりましたがこういうことはやっぱり住民の期待を裏切るものであってですね まあ環境省は発注責任者であるわけですから発注責任者としての責任をきちんと果たすべきでこういう手抜きの助成問題が起こらないような対応をするべきだと思いますが認識をまず基本的な認識をお聞きしたいと思います石原環境大臣あのそれでは基本的な認識を申し述べさせていただきまして今個々のケースにお話が言及されておりましたので個々のケースにつきましては あの局長の方からどう答弁をさせていただきたいと思いますあの今委員が御指摘になりましたように発注側は環境省でありますので法令が遵守されているかどうかということを 適切にに事業者に指導するる責任は当然あると思いますまたあの、賃金等々についても、労基局になりますんで、厚生労働省と連携を密にしている、またそういう指示をさせていただき、さまざまな見直しを行わせていただいた結果です、ね、現在に至るまで新政権になりましてです、ね、そのいわゆる不適切と言われるようなものが認定されたことは、ほぼないというふうに認識をさせていただいております。 し,しかし実際にですね、作業に使った熊でですね、この道具は検査をしないで、そのまま8人乗りのワンボックスカーに向き出しで乗せて、毎、まあ、日行き来してたと。そういう話も聞きました。宅地で高圧洗浄をかけたものを側溝に流して土のでせき止めて吸い上げていると。 どう見ても一割ぐらいしか回収できてないという実態も聞いてきたということは指摘しておきたいと思います。で、あの、高圧洗浄による汚染水の回収問題では、奈良浜地の域内での住宅汚染におけるベランダ高圧洗浄の排水処理、飯舘村域内の郵便局高圧洗浄における排水処理についての不,不,不適正処理、これはあの事業者も認めている事実であります。しかし、 宅地で高圧洗浄をかけたものを速攻に流し、土のでせき止めて吸い上げているが、どう見ても一割ぐらいしか回収できてないという実態があると。で、環境省は先月確か除染関係ガイドラインの改定を行って、除染水の放流回収処理方法を示すということで、排水の処理では排水の濁りが多い場合や、回収型の高圧洗浄の排水は処理するなどとしています。 しかしあの、現行のガイドラインにある、排水はできる限り回収しますというところはそのままで、しかも回収方法が不明確。これはあの、放射能線を食い止めるための真剣な対応とは言えないと思うんですが、いかがですか。はい。小林局長。 あの、適正化に向けまして、様々な対策をしておりますが、あの、御指摘ございましたように、排水処理をま徹底するということを、あの、一つの課題だというふうに認識をしております。あの、御指摘ございましたように、あの、五月の二日にガイドラインを改定をいたしまして、まあ、もともとあの、できるだけ回収ということになっておりましたが、あの、具体的な方法が従来示されておりませんでした。そこで、えー、まあ、速攻等に設置した土納等で、まあ、しっかりせき止めをして、沈殿させた上で上積みを放流しますですとか、あるいはまあ、ポリタンクや、 水素への排水の回収など、まあ、具体的なあの方法も示して、今この徹底を図っていこうと思っているところでございます一田忠一君。改定ガイドラインではです、ね、必要に応じて排水の処理を行います、必要に応じて、そして沈殿物を回収,回収し、上積みの水を放流しますというだけにすぎません、現行のできる限り回収しますという回収処理方法を明確にしてですね、 放射能い止める必要があるということとを指摘しておきたいと思い思ますあのこういう手抜き除染が行われる大元に何があるかということですが、大手ゼネコンの除染作業員に対する健康や安全での手抜きがあります、国直轄などでの除染事業をやる場合に、労働安全衛生法では、除染業務をする作業員に安全衛生特別教育を行うということを事業者に義務づけています。 でさらに同法に基づいて制定された除染電離則などでは、学科および実技による特別の教育を行うということを定めています、これはの厚労省にお聞きしたいんですが、その特別教育では、学科実技の時間と中身、特別教育を行った場合の罰則についてどう定めているか、簡潔に述べてください、えー、厚生労働省、宮野安全衛生部長。 お答えをいたします。えー、除染電離則では、えー、学科教育として、えー、電離放射線の生態に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識を1時間以上、除染等作業の方法に関する知識を1時間以上、除染等業務に使用する機械等の構造及び取り扱いの方法に関する知識を1時間以上、関係法令を1時間以上、合計4時間以上行うことを義務づけております。 さらに実技教育として、除染等作業の方法および使用する機械等の取り扱いを1時間30分行うことを義務づけております、これらの特別教育を実施しない場合の罰則は、6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金と定められております石田忠義君あの。特別教育を終了すると、受講したことを証明すると。 いう除染等業務に係る特別な教育終了証が作業員に渡されます、で1月18日に、除染等業務を実施している事業者に対する監督指導の状況等についてというのが発表されていますが、そこでは労働安全衛生法違反123件中、14件が特別教育の実施違反になっています。 で国直轄事業を受注したゼノコンは、これまでに何人の除染作業員にこの終了証を交付しているか考慮書をつかをんでますかはい、宮野部長、えー。お答え申し上げます。えー、まず、法令上は、特別教育を実施した場合は、えー、それぞれのお作業員を雇用しております事業者に、その教育の受講者、科目等の記録を作成し、 三年間保存することを義務づけております。えー、他方、他方、えー、受講者に対して、えー、教育を実施した旨を称する書面を交付するということについては、まあ、これは法令上義務づけられておりませんので、えー、委員御指摘のいわゆる修,修了証については、えー、そうした修了証を一部の事業者が発行しているということは把握をしておりますけれども、その交付状況を網羅的には把握はしておりません。 最後の部分だけ言ってもらったらよかったんですよ。修了書を交付しているのを掴んでいるかというのは掴んでないと、法令上使む気味がないので掴んでないというような事実ですね、あのー。この修了書をですね、鹿島 JV の事務所長から交付された50歳代の男性は、こう言ってるんです。実技なんてやっていない。学科の方も除染作業の具体的な方法など教えられなかった。学科といっても3時間ほど。 マスクの付け方や放射線測定の仕方の講習もなく何もわからないまま現場に出たと。こう証言しています。さらに、工期が遅れているため、作業のリーダーから葉っぱを川に捨てろと,と指示され、自分もいいのかなと疑問に思ったが従ってしまったと。手抜きと言われるが、もともと必要なことを教わっていなかった。知識があれば指示されても教わったことと違うんじゃないか。 と言えたはずだとも証言していると、私はこういう大手ゼネコンの手抜きが、除染作業員の健康や安全を守る上で問題だというだけにとどまらないで、やっぱり不適正除染に関わる重大な問題だと思うんですで、こういう実態の調査と改善を行うべきだと私は考えますが、放射線防護の立場から厚労省はどう考えるか、発注責任者の立場から環境大臣はどう考えるか、お聞きしたいと思います。はい、宮野部長 まず、この特別教育につきましては、安全な除染作業、作業員の健康管理のために、極めて重要であるというふうに認識しております、従いまして、厚生労働省といたしましては、先ほど委員からご紹介をいただきましたように、除染等の作業現場に対しまして、定期的に監督指導を実施をし、下請けを含め、除染電離則の履行状況等について確認をしております。 ご指摘のように、特別教育が定められた時間どおり実施されていないということを指摘した把握した場合については、えー、労働基準監督署におきまして、厳しく是正指導してまいりたいというふうに考えております。小林局長、えーあの。作業員の教育をしっかりして、適正なあの助成を進めるということ、重要な課題でございまして、事業者にも徹底をしておりますし、えーまあ、立ち入ってあの監督をして、まあ、意識を促すとこういうことも。 進めているところでございます市田忠君環境省は今回の手抜き除染問題で元請け3社の加島大成建設前田建設工業に文書注意処分を出しましたが私はまあそれで終わりにしてはならないというふうふに思うんですあのこのゼネコン任せという構図はこの本格事業を前に内閣府が実施した除染モデル実証事業で日本原子力研究開発機構に委託をして 原発プラント建設会社のカジマ・林組、体制建設に割り振ったことから始まっていると。で、今回の本格事業も、これらのゼネコンがモデル事業で割り振った自治体の除染事業を落札をして、環境省の除染関係ガイドラインに基づいて実施されていると。まあ、こういう一種の慣れ合い構造で除染事業を進めているところに、私は手抜き除染や手当ピンハネ問題が起きる根本原因があると。 私はこういう問題を横行させないために下請けの多重請負を放任しているこうゼネコン任せにしないで,です、ね、地元企業発注雇用を拡大すること、住民自治体の監視体制の確立をすること、これが不可欠だと思うんですが、これは大臣、あの事務方じゃなくて認識を受けさせてください。石原環境大臣。 あの一言で申しますと信頼性の高い除染の体制を整備するとそしてまた受注側であります環境省も十分な対応を行うしかし公共,投資で公共事業でありますのでやはり事業を請け負った方々のモラルこういうものを高めていくことをです、ねえー、関係省庁と協力して取り組んでいかなければならないと考えております。市田忠君。 あの私は地元企業発注雇用拡大すること、住民自治体の監視体制の確立が必要ではないかということを言ったんです。まあ、時間が来ましたから終わりますが、あの例えば共同組合を作って除染を進めている日本松市は、ですね事業を小分けにして発注をして、地元企業も参入できるようにしてます。私はやっぱり今回の国直轄除染事業に伴う手抜き除染、手当ピンハネ問題というのは、 何よりも除染も含めて復興が遅々として進んでいないもとで安全な除染で安心して一日も早く戻りたいとそういう住民自治体への裏切り行為とも言えると思うんです、やっぱりこういう問題放置しないでゼネコン任せにしないでしっかり発注者責任を果たしていくということを強く求めて質問を終わります。